ういう組み合わせかな、女の子一人。俺もずっと思ったんだけど、どういう団体？最近大学の友達でしょ。全部大学の友達だよ。人数が多いと全部大学の友達だ。やっぱり20代前半はそういう感じだよね。別の人は可能性もある。同一だったら。でもさゆりちゃんを紹介したの。じゃああれは何？あ、なるほどね。秋葉のオタク仲間。じゃあ何をお願いするかな。メイドカフェと付き合いますようにして。でそういうの言ってる人もいると思う。うん。オタクの1号、2号、3号、4号、5号です。欲しい数当たりますよ。出て消えたら、なんか、その人の声知らないかなって見えないけど。そうだよね。うん。さっきのは青山の、なんか誰ともかかってなかったっぽい。あ、そう。ちょっと待って。え？経験あるでしょ、そうだからね。素人汗だけど、実際に事務所に入ってたことがあった。バイトか。さあ、オタク軍団のお祈りは何でしょう。っていう過去があるから、一応素人だけど素人じゃないから、そういう感じで。バカにしてないよ。バカにしてないんですよ、言い方が。さて、これは何でしょう。帰り道かな、うん、受験合格します。早いでしょう。そう、うん、まだ10月よ。だから推薦来た。お宅の皆さんのお祈りは終わりました。先に行ったのはあなたですよね。